がするわね。お嬢様、小食だからといって最近全く私の血を飲んでないじゃないですか。早く私の血を飲みくださいまし。昨夜、うるさい。お嬢様、昨夜、あなたの方が貧血になりそうよ。他の方法を考えないと。というわけで、マグロを買ってきたわ。なんでマグロ食べたい気分なのよ。血がたっぷりあって美味しそうでしょ。血とか関係なしに美味しそう。てかこれ私たちも食べちゃっていいの？実は料理担当の昨夜が倒れちゃって、誰か代わりにさばいてくれるなら食べてもいいわよ。こんなのどうやってさばくのよ。キャットイカリンです。大きいだけでさばき方は普通の魚と同じはず。じゃあカリン、頼んだわよ。コウマ缶組の登場が嬉しい人はグッドボタン押してね。マグロドレス。随分立派なマグロね。五島列島で獲れたマグロよ。お目目が綺麗なのぜ。これ品種は何かしら？背びれが黄色、尻びれが白。これはもしや最も高級な黒マグロじゃないの？誰かマグロに詳しい人、コメントください。それじゃあ、さばくぜよ。まずはお腹を切って内臓を取り出す。じゃあ、血が流れてる。うっわぁ。お嬢様、心臓を食べたら元気出るよ。いやぁ、血まみれだぁ。吸血鬼なんだから平気でしょ。いや、私はそんなに血はいらないの、小食なのよ。心臓なんてめったに食べれないわよ。こっちは肝臓かな。私はどっちも食べたくないの。ほら、そこの野良犬、あんたにあげるわよ。やべえ、臓物の味を覚えちゃったよ。血の味を覚えたから吸血鬼になっちゃったかもしれねえ。心配しすぎよ。はあはあ、これ頭落とすの大変だから、ドンにバトンタッチだよ。ドン頼りにしてるぜ。カッコそんなでかくて重い魚さばきたくないからマジで頼むわ。カッコ食べる時になったら呼んでほしいのぜ。心の声がダダ漏れよ。ここも血の塊があるよ、お嬢様。いやー、血の塊だー。美味しそうじゃん。え？いや、本体の方が美味しいからまだ待った方がいいわよ。でかいから少しずつ確実に骨に沿って切っていく。丼マグロは捨てるところがないと言われている。丼さっきから血に飢えた犬がすごいマグロを欲しそうにしているわよ。他に犬にあげれる部分はないかしら。ない、私が全部食べるから。はい、半身切り取れた。丼真ん中が赤身、お腹の白いところが大トロ。丼そういえば視聴者さんから質問あったんだよな。簡単なドレスケーキはないですか？簡単なドレスケーキはケーキじゃないけど、この刺身で作るのが一番簡単だよ。というか一番最初に作ったドレスケーキがサーモンの雛祭り寿司だったわよね。一番初めに作ったのが旗の心って意外よね。私を差し置いて。フェンリアはその後生ハムで作ったじゃない。生ハムドレスも簡単だからおすすめだな。厚紙に印刷した好きなイラストを刺せばドレスケーキだよ。雛祭りで出すと喜ばれるかも。生肉ドレスの時、妹のフランも作ったから、今回もフラン作ってよ。そうだねー。大トロの部分で、レミリアお嬢様、赤身の部分でフランちゃんを作っていこう。大トロが私なのは、解釈一致ね。そこの犬っころ、マグロの皮をくれてやろう。もったいない、私が食べたかったのに。すっごい野生の獣みたいな顔してるのぜ。そうかな？どれどれ？確かにシワが寄って怖い顔してるわ。ああ、ほら犬にマグロの皮あげたから寄ってきちゃったじゃない。めっちゃ机舐めてる、怖いのぜ。この犬、血を舐めてるんだわ。マジで吸血鬼になっちゃったのかよ。やめてくれよ。マグロ食べたぐらいで吸血鬼になるわけないじゃない。吸血鬼なめんな。これ刺身にしたら最高。丼皮についた身ももったいないからこそ手取り。丼やばー、野犬が来た目がマジだわ。これが本当に美味しいマグロの味を知ってしまった犬の顔。コップあんたうちの犬族にならない？赤丸くん、マグロ好きすぎるじゃん。犬のモグモグタイム。さすが元のライヌは育ちが違うのぜ。後でこの野生児は X にあげとこ。頭とかはオーブンで焼いて食べる。丼柵は薄く切って刺身にする。丼そうよ、これが食べたかったのよ。でも赤身の赤色が思ったよりも薄いわね。麺つゆとケチャップでつけとこう。ケチャップ？赤くしたかったからケチャップ入れたよ。さすがに普通は入れないよ。ご飯の方はミョウガとシソを入れる。高知県民の血液、お酢はユズの酢。ゴマも入れると美味しいよ。型はいつも通りの13センチ深型ボール。三角のスカートの形になるように整えるのぜ。赤身のマグロはフランのね。わあ、やったー。いつの間にか妹がやってきた。こっちの大トロは私。高級だー、美味しそう。グミンども、これを見よ。これはわさび？すっげー、初めて見たのぜ。根っこの部分は硬いから削るのよ。わえー、いつもチューブしか見てないから知らんよねー。すりおろすとわさびの匂いする。あ、目に狂う、泣ける。貧乏人たちもチューブと本物の違いを味わってみて。今日のイラストは弾幕かぶらさん。フランちゃんはこっちかな。いや、大トロは私よ。フランは赤身の方。そうそう、私はエクストラボス。私は大トロボス。それじゃあ、レミリアとフランのマグロドレスの完成。やっぱりこの二人は血生臭いドレスがぴったりよね。
ちょっとあの野良犬来ないで。もう食べるわよ。本物のわさびっていうのは甘さがあるのよ。お姉ちゃん大丈夫？いただきます。辛い。だがこの辛さがいい。わさび美味しそう。私も食べたい。こっちはお姉ちゃんの大トロの方だね。美味しすぎ。お姉ちゃん美味しいよ。これとろとろける。いいわね。私も私を食べよう。うわ、何これ、たまらん、とろける美味しさ。わさびも美味しいよね。妹よ、そんなにつけて大丈夫か？大丈夫だ、問題ない。さあさあ、みんなも食べましょう。はい、今日も大満足ということで、次回はどんな料理を作るの？水曜日はショート動画で熊のパンケーキを作るのぜ。予定は変更する場合があります。リクエストはコメントでぜひ教えてね。みんなチャンネル登録して待っててくれよな。それではここまでのご視聴ありがとうございました。